どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ、今日はですね、 X で何やら面白そうなゲームを見つけたので、今日はこの AI バトラーというゲームをやっていこうと思います。あー、なるほど。もうアプリ開いたらいきなりこの画面になるんですね。とりあえずまあちょっとキャラクター制作からやっていきましょう。まあ名前はまあ私でいきましょうか。藤夏健で、パラメータを100以内で、まあ振り分けてねってことなので、まあ平均20だから、まあオール20と、まあパラメータ振り分けました。まあちょっと個性出してね、オール20よりもちょっと攻撃と防御、物理的なものにちょっと強いぞっていうキャラにしました。で、大事なのが、この能力ですね。200文字以内でまあいろんな能力をこうつけることができるぞっていうことなんですが、作者さんはね、相手の頭上にビルを召喚する能力ってあったんですけど、まあ言うて藤夏剣なので、まあ僕が使いそうなやつをちょっとね、ちょっと入力していこうかなと思います。まあまあまあ、よくね、あの時計進めたりしておりますので、キャラクター作りました。時を操る能力、あとは飛行機に乗る能力ね、好きなタイミングで飛行機に乗れる。で、あとだから何ですね、敵の行いを全て無効化できる。で、あとは類まれなる連打力で、敵の弱点をすごい速さでタップする。まあこういう能力をちょっとつけてみました。オッケー、これで対戦しに行ってみましょう。なるほど。で、これでチャット GPT が、勝敗をつけてくれるよと。相手はスバヤさんですね。瞬間移動するやつか。まあちょっと強そうですね。体術に優れている。なるほど。これでも対戦するでいいのか。今対戦し、勝った。勝ちですね。こんな感じね。なるほど。藤夏剣のスキルによって瞬間移動する素早をかなり混乱させることができる。また類まれなる連打力によって素早の弱点である目を攻撃することも可能だ。素早が得意とする体術も藤夏剣の防御力があるために有効なダメージを与えることはできない。最後に「だから何?」で素早の行いを無効化することができるため、藤夏剣は勝利するぜ。なるほど。チャット GPT が、仮想で戦わせて、まあ、勝敗を決めてくれるよっていう感じですね。これ面白いですね。いや、もうこれはもう星5深いでしょ。とりあえずちょっとあんまり普段評価しないですけども、星5送っときました。なるほど。みだらな幻覚を見せるやつね。感度も3000倍になり、動いただけで必要以上に外部刺激を感じてしまい、立つことすら難しくなる。なるほど。ちょっとやばそうなやついますけど、で、1日1回しか遊べないけど、広告を見れば、まあ、やれるよってことなので、まあ、余裕で見ますわな。さあ、どうなんだい。これ勝ちじゃない。勝ち。ちょっと待って、強いぞ俺。お前のスキル、だから何が有効となる。相手のスキルは性的なものであり、効果が発生するために相手を認識する必要がある。しかし、だから何の能力によって敵の行動が一切無効化されるため、相手のスキルは発動しない。さらにお前の連打力によって素早い攻撃が繰り出されるため、相手の高い素早さも生かされない。お前の勝利だぜ。ちょっと待って、これ強くね。俺実は強い説あるぞ。さあ、重力を操るやつに対してもこれ勝ちですね。これマジで強い。どうやら、時間操るし、だから何で無効化できるし、でタップで目を攻撃するっていうのをなかなか刺さってるから、実際問題俺のキャラ強いんじゃね。これちょっとなんか一回ガチな人と戦いたいです。もうこういうのもうんこだから適当に作っとるから、これはちょっと30秒広告見る価値がないので、他の相手をちょっと探して、ちゃんとなんか能力とか打ち込んでる人と戦いたいですね。なんか手抜きでもパパッと作りましたみたいな、こういう人はちょっとあんまりいいや。もうこれ多分勝つから、この場合も多分勝つから。こういう人いいじゃん。なるほど。いいね。ちょっとこんぐらいちゃんと真面目に書き込んでる人と戦ってみて、果たして藤夏剣が勝てるのか。まあ、いろいろ条件書いてありますね。さあ、まあ、一戦ごとに30秒広告は見るけど、勝つね。普通にやっぱ強えんだな。やっぱ4個もこうチート級の能力持ってるから、割と勝ちますね。いいっすね、高速の召喚士。
これちょっとガチっぽいですね。3体の身代わりになる光の化身を召喚し、全てのダメージと敗北を光の化身に肩代わりさせる、で、全員、はい、全滅しない限り敗北しない。あ、この人だいぶ強そうですね。ちゃんと考えて作ってる感があるので、これはちょっと初の負けありえそうですね。さあ広告見ました。ノーウェイ、ええやん。相手のスキルにより化身が全滅しない限り敗北しないという強さがあるが、お前のだから何スキルにより相手の行いを無効化することができる。ちょっと待って、だから何が強すぎるんだよな多分。でもまあ結局類まれなる連打力が、攻撃ソースになるからめちゃくちゃ強えなこれ。ここで調子ついた藤夏は X で視聴者さんからの強いキャラクターを募集して戦うことにしました。いやん、これ完全に、ハンターハンターのクラピカというキャラクターをがっちり作ってくれました。クラピカと戦えるんですね。完全に、まあ、旅団用の技だけは使えないですけども、小指とかね。これ完全に作ってくれてるんで、ちょっとこいつと戦ってみようと思います。これ、リプが来れば来るほど30秒広告見ないといけないんだよな。さあ、結果の方は勝ち！ええやん！クラピカのエンペラータイムを使っても藤夏剣は時を操る能力でチート、クラピカの鎖を使おうとしても藤夏剣はだから何で無効化、藤夏剣の連打力もクラピカを攻撃し続けるため防御力の差を打ち破り藤夏剣の勝利だぜ。いやすごいね、鎖飛んできてだから何で無効化、めちゃくちゃ強いぞ。さすがにだと、おお負けた。あー負けるのね。なるほど、あーやっぱ混乱に弱いのかもしれない。僕の弱点が1個見つかりましたね。なるほど、混乱してしまうと何もできないのか。あー金蔵先生に負けましたね。ミリオンダウトのランカーさんに初めて土をつけられました。同級生のエスパーが僕対策みたいな、キャラクター作ってきました。これで勝ち。なるほど、背後に回り込んだ後、ユニバースと囁くスキルを持っているものの、藤夏家には、だから何というスキルがあるため、この攻撃を無効化することができる。そりゃそうだよ。すげえ速さで後ろに回り込んでユニバースって言われても、だから何だよ。いや、マジでいろんなん作ってきてくれるな。60秒広告、まあ嫌いだけど。なんだろうね。この60秒広告と戦うために30秒広告を見るんだけど、よしよし、30秒広告なんでこれは勝てる。さあ広告見ました。勝ち。よし、そりゃそうな、60秒広告ごときに、屈する私はござあせんよ。飛行機乗れるからね。飛行機、あうん、そうだな、藤夏剣が飛行機に乗る能力を持っているため難なく回避できる。ああいいこと言うね。その通りなのよ、飛行機に乗ってしまえば60秒広告には勝てるのよ。さあここからは20倍速でお届けさせていただきます。まあ、このようにですね、投稿したところ、36件、プラス DM で5件ありましたので、全部で30秒広告41回見ながらですね、全キャラクターと戦わせていただきました。もう本当にいろんなね、藤夏剣のみをめたってきたキャラクターだとか、まあ、いろんなあのキャラクター来たんですけども、結構やっぱ勝率は高かったですね。でもこれも見ながらね、全部文章も読みながらで、ずっと結構楽しく、やることができました。ポストの方に投稿していただいた皆さん本当にありがとうございました。全部本当に感謝しながらね、戦わせていただきましたんで、紹介できなかった方は非常に申し訳ございませんが、ここからはベストバルトのみ、紹介させていただこうと思います。なるほど、ポケモンね。はいはいはい、まあポケモンには負けないと思うな。ターン制の小説形式で、まあ、出力されるよってことなんで、まあまあまあ戦っていきやっしょ。結果出ました。小説形式なので、勝ち負けはあの最後まで読まないとわからないってね。おいピカチュウバトルしようぜ。ピカじゃあ行くぜ。だから何、ピカチュウは攻撃を仕掛けるが藤夏剣がだから何で無効か、こっちは防御力も高いし攻撃できるものは少ないと思ってるだろう。ピカ、ほらそんなにビビトルの負けちまうぜ。よし類まれなる連打力で攻撃だ。かわいそう、ピカチュウの目つつきまくった。まだ生きてたから、だが今度はこっちの攻撃だ。飛行機に乗る能力だ。藤夏剣は一瞬にして飛行機に取り
乗り込み、ピカチュウを高いところに連れて行った。ピカチュウは背中をかっさられ身動きが取れなかった。そして10万ボルトだ。なんで俺が10万ボルトを使ってんの。ピカチュウに10万ボルトやっちゃってるよ。ピカチュウはやっとの思いで、立ち上がり痛々しそうな表情を浮かべる。ピカチュウ、そろそろ終わりだな。時を操る能力、飛行機に乗る能力、そしてこの技でフィニッシュだ。ピカチュウの動きを時を止める能力で止めて、最後はダメージの4分の3を回復するドレインキスだ。なんで俺ピカチュウの技使ってんだろう。結果勝ちましたね。なんで俺ピカチュウの技使ってピカチュウに勝ったんだろう。あ、なんかクロロみたいなやつなのかな、ちょっと知らんけど、まあ勝ちました。いや、もう限定的だな。悪臭漂う靴、自分の能力は絶対無力化されない。そして相手の全ステータスはベラボーに低下。しかし相手がファブリーズ除菌 EX 消臭ストロングを持っていた場合発動しない。この制約と制約みたいなやつなんだよ。まあとりあえずもう匂い、あ、二足のわらしとかも強そうやな。あー、ちょっとガチで倒しに来てるね。さあ結果はどうでしょうか。はい、勝利、勝ちました。まあ大体僕の能力が全部決まってる感じですね。無効化されてないですね。たぶん前なる連打力で相手を追い詰め勝利を勝ち取るぜ。相手の悪臭漂う靴も強力だが、ファブリーズ除菌 EX 消臭ストロングを持っている藤夏家には効力を発揮できず。なんで俺持ってんだよ。ファブリーズ除菌 EX 消臭ストロング持ってるって書いてないけどね、なんか持ってたね。勝ちましたね。圧勝するだーって書いてあるね。あー、なるほど。初めに自分は相手に必ず食べられる、でこの時点では負けにならない。はー、なるほど。ちょっと特殊な敵ですかね。あー、俺辛さには強いって書いとけばよかったな。で小説形式で出力。なるほど、これどうなんだろう。ちょっと戦いじゃない感じになるからちょっとまだ見えないですねこれ。あー、結果はどうでしょうか。うわー、負けた。久しぶり負けたぞ。お前は勝てるわけがないだ。田舎者なんかな。ではもう音読するとめちゃくちゃ時間かかるんで、まあ黙読にしますけど、これ強いですね。これどうやら今日いろんな人と戦いましたけど、極激からペヤングのこれ最強説あるわ。あ、なんかちゃんと負けてますねこれ。これどんなやつだったら勝てんのっていう感じするから、これ今日の最強ですね。まあ締め方もようわからんかったけど、今日の AI バトラーは、極激からペヤング、極激からが最強でした。